マゾン解析の目的っていうのは、そもそも今現在どんな問題があるのかは、分からないクライアントさんも多いと思っています。なので、何かしら問題を解決することは思っているね、このレポートというのは、そのレポートの中で解決までの道筋を立ててあげるということが結構大事になっています。例えば、ね、ありますけども、このウェブ解析手法が強化であれば、サイトの講座の申し込みがなんかちょっと最近少ないなと、だから改善したいなというような要望を、エリさんが言ってきたかもしれません。そんな時に、結局その申し込み不審の理由が何なのかっていうのは、その数字を見たら分からないんですね。結構いろんな課題がある、複雑に絡み合った中で、そういう変化になってしまう。ということが考えられるので、いろんな提案を多分持っていくこともできるし、なんかこう、エリさんが見たときに、これがいいんだろうなっていうような、決定的にこれがいいっていうようなものにたどり着く道筋っていうのは得られにくいかなと思います。なので、それの提案の内容で、課題を解決するかどうかっていうのはたくさんあったらわからないので、それをたくさんあっても意味がないので、見落としてしまうということが、何もわからない状態で提案するその、リスクかなと思います。僕はすごい人間ですけど、これが僕は実はなかなか理解してもらって、読めない、わかんないっていう、朝の中に言われて、で、追加資料を取り、例えば、何をして、人は、フル解析して申し込んでいくとか、で、こっちが下側のオンラインです。宣言とか、そういうところから、募集通りになるとか、メール配信が入ってますよ。で、上のところは、例えば企業向けに、配信をしましょうね、展示会に出ましょうね、教育のところですね、学校とか、セレブに行きましょう。っていうのから、入ってきて、じゃあ申し込みに出て、受講して、移行まで行きましょうねっていうのが、わかりやすく、これが、これになってる。ね、これで受かりました。これつけたら、僕はそんな感じ。なんだみたいな。で、実際の、スタッフに入っていたんですけど、ロジックツリーっていうのが入って、じゃあ、利用者数とか目標のゴールがあって、で、指導 KPI があって、で、それに対する、どういうことになりますか。例えば、計算で、で、それに対するスタッフで、何を、で、何名のやつかっていうのが入ってくるんですけど、それに対する、この辺もまた鬼のような感じなんですけど、これだったら情報系の学校と連動してっていうので、この人はオフラインから DM 発送から行ってます。DM 発送から行ってて、DM 発送からページに入っていって、お問い合わせフォームがあって、紹介して契約してっていうのを。はい、すごいなんか似てるんですけど、本当は似てるのがあって、はい、一応丸まれましたけど、はい、で、これの根拠っていうことで、じゃあ、例えば、業種別に行くから、僕はいろいろ、今日は来てますから、ここに行くと教育の受信料とかアクセスがあるんですけど、ここのところが、上位の中でも少ないみたいなことを活用できるんじゃないかということで、それで、その中身、どういう学校を受けるかというのが今、話題して、これ実は、どこどこで DP というのは、業界の、ゲームが入ってますので、それで、全部取れます。そこを書き出してあげて、で、あとは、実際細かいところの学校の、ターゲットしていきましょうというのが、はい。この辺を東さんの説明と構成要素ですね。そのままになると思います。で、ここが、先ほど宮原さんが言っていただいたように、5つの中から2つ選べるというようなお題があったんですけども、私の場合は1つ目、初級上級受講者の増加の提案というようですね。
で、書いております。で、まあ、ロジックツリーが必須なので、ロジックツリーをまず、載せまして、一つ目の提案ですね。で、私の提案の特徴としては、提案 A に対して仮説、で、それに対する分析の根拠。で、だからこの提案をしますよ。このワンセットでもチャンク化してる、情報を固めてるっていうのが、私のレポートの特徴かなと。で、マスター講座で、出されるレポートも、私と同じような、この、仮説分析提案、これをまとめて、レポートを構成する方と、もう一つのパターンとして、データだけをバッと集めて、で、提案を別にまとめてる。この2パターンがあります。で、ただ、私的には、このパターンをお勧めしています。で、なぜかと言いますと、この採点するときの、一番重要な採点ポイントですね。これ、データ、仮説、根拠。これが、ロジックがちゃんとしているかっていう、この採点ポイントの比重はかなり大きいです。なので、このパターンでちゃんと化していって並んでいくと、読みやすくなるし、提案が通りやすくなるという、講座、本講座では、通りやすくなるというふうに考えています。で、ここもロジックツリーが書いてます。この仮説に対して3つほどの分析ですね。分析の結果。で、これは、皆さん、初級のウェブ解説講座で習ったとおり、下のここの部分は、もう2つのパターンしかないって習いました。ここはもう永久法か機能法、どちらかで書いてあります。永久法で書くパターンと機能法で書くパターン。これをずっと繰り返してやるという感じですね。本来ないことですけど、せっかく探していたださせていただいたので、そうそう、書いてあって、昨日呼ばれたんですせっかくなのでお話をしておいて、ちょっと一番だけ若干、まあ、マスター講座よりの話かもしれないですけど、まあまあ他のものとかは普通のレポートでやってましたと思うので、まあ、さっき言ったように僕すごいレポートで苦労したんですよ。苦労した中でなんか掴み取ったこうすればみんな納得してくれるとか合格するみたいなところでいくと3つあるんですけど、まず1つがでもストーリーをストーリーをなんかこうレポートの中で作ってほしいので、まあ、これはちょっとマスター講座っぽい話かもしれないですけども、基本的に多分よくある地点をランディングページ改善しましょう、SEO しましょう、何しましょう、あれしましょうって、それ積み重ねても多分いかないと思うんですよ。今日バツされても目標と 1.5 バツだったんですね。だって、内容倍にしようって言うんですよ。多分おかしいんじゃないかって思ってるんですけど、まあ、そういう簡単じゃないことが言われているので、特にこうよくあるものだけの積み上げだけでは絶対いかないので、じゃあ、まあ、さっきのその3C とかもそうなんですけれども、どこにどんな人がいて、まだ取れてない市場、こんなにあって、こうやったら取れるのになんでやらないのみたいな、こういう、でそれが仮説からデータから、施策に全部ストーリーで組み込まれていくと、確かにそれやったらいけるかもね、みたいなふうになるので、こういうなんかストーリーというのはちょっと意識して、もうなんかありきたりの、それの積み上げには、ならないようにしてほしいなというのが、まず一つですね。であと、次が、まあ、なぜ本当にって書いたんですけども、これは、プラペラロジックツリーとかのところで、ぜひ、まあ、3人とか2人でやっていくと結構こう食い違い出ると思うんですけれども、結構ですね自分の中で思い込みっていっぱいあるんですね。業界選手ってこういうものとか市場ってこういうもの、こういう担当ってこういうことを望んでいるものって、もうそれ多分他の人と会話しちゃんと会話したら絶対ズレがある。このロジックとかも絶対そうで、 A だから B だから C って呼ばなきゃいけないのに A だから C って結構平気で言っちゃうんですよ。もう結構そういう癖があるので、必ず、他人になったつもりで読むとか、もしくは他人にしてもいいんですよ。知り合いとか会社の同僚とかに見てもらって、このロジックトークというのは意味わかるとかって聞いてもいいと思います。で、本当にロジックの開くとかよくあるので、ぜひ、なんで本当にっていう言葉を突っ込みを1ページずつ入れながら、なんでこのターゲットにしたのとか、なんでこの市場にしたのとか、なんでこう、ランク1位の施策になっているのみたいな、本当にこんな効果出るのみたいな、自分のレポートに突っ込みを入れる感じでやっていくと、まあ、精度が。で、その入れられる突っ込みって絶対お客さんをしてくる。それを事前に潰しておければ、すごく、もう誰も文句を言わないレポートができるので、まあ、大変なんですけど、先に自分で作れるっていうのはできると思います。あとは、データ、データ、データって感じなんですけども、とにかく、すべて、あらゆる発言にデータを作る、証拠のデータ、提案を
補足をするデータをつけてください。問題は定義して、ここが問題なんです。なぜならこんなに売上が損失しているからです。こんなに売上が取れるのに取れてないからですみたいな。全部数字がないと納得しないですよね。それはあなたがそう思っているだけでしょう。まあ、初めに話した通りね。で、まあ、スパーコーナーで戻って、結局その、思われた状況までって、みんなに生かしたことみたいなことなんですよね。マスターになったことは、ここにいるマスターが強烈になって教えるわけです。マスターが知っていることには全員リスクを感じているんです。本当にこの人が教えるときに、具体的心法だと、なんだって思われてしまわないからとか、このぐらいのスキルを受けてて大丈夫なんですかとか、あとは全体のレベルが下がってしまうので、やっぱりそういう意味では、よく言うのは、博士号と教授の違いです。博士号は一定の基準を超えると、こういう状況です。教授が偉そうに言います。教授みたいなところで、教授会があって、教授が見て、お前教授とは教授にならないって言われて、近いんです。みんなが合意するかどうかだって、そういう意味でいろんな人が上のスタイルもあれば、いらスタイルもあって、その中で、皆さんに合意取れるどうレポートで、相手をちゃんとこう、せる、レポートだけで。これが皆さんのところからチャレンジする方へのハードです。で、今回ね、何言ってるかというと、結局その、いろんな、データを使って事業の成果に貢献するように事業まで変えていくような提案をすることがあります。これってもう皆さんが多分人生の過去の振り返ることはないです。それでも提案をすることができたら、あとはいくらでも可愛いんじゃなくていいわけですよ。もう一つが、今これだけの人数がみんなでできることがあるんです。こんなことない、普通一人ですよね。孤独に参加するわけですよ。ということで、今回違うのは、皆さん全員仲間なんですね。だからお互いにレポートのデータを見合って見せたりしながら、で、出すからね。そういうところ、お互いの強みが分かるんですよ。そうすると、その後、仕事もすごい役に立つのが見えない。これはマスター講座でしかない上級とかね。マスター講座しかないこと。みんなで同じサイトに対して同じ機に出す。ここで、仕事で増やらない仲間を作っていく。あとは、やっぱり財産になりますよ。これだけこの深いレポート書いたことあるって経験は、必ず皆さんにいて、今後どんな提案依頼があっても、これ以上難しいと言われませんから。で、業務に関して彼らの最低者が知っている。解析も彼らの方が知っている。その中でクリアするって。彼らが、おめすげえなって、早くこっち来いっていうふうに思われてるわけなんで、それってやっぱり、自分にとっても、周りにとっても自信になる。この人は推薦できる。そういうふうな場合。